デブレツェニ VSC こと、デブレツェニバシュタシュシュポルトクルブは、ハンガリー東部のデブレツェンを、本拠地とする、サッカークラブである。愛称のロッキとは、鉄道会社との長年の関係に由来している。クラブは1902年3月12日に、デボラトセニーバシュタス、スポーツクラブから独立し、エジェテルツフュートボールクラブとして創設された。 クラブは1942年にハンガリーリーグ一部昇格を果たすがタイトルとは縁がなく一部と二部の間を行き来するエレベータークラブとなっていた。また1967年には三部リーグへも降格した。共産主義政権時代には数回の名称変更を行った。1948年にデボラトセニーバシュタススポーツジス。 1949年に、デボラトセニーレコモチーフ。1955年に、デボラトセニートルクウェイズ。1957年から1979年までは、デボラトセニーバッシュタス SC と名乗った。1979年に、大メイトと合併したが、10年後に2つのクラブは、分裂し、現在のデブレツェニ VSC となった。 共産主義政権崩壊後の1993年に、クラブは一部リーグ復帰を果たすと、1999年に、元選手のガラムベルジラヨシ監督の下で、ハンガリーカップで優勝し、クラブ史上初のタイトル獲得を成し遂げた。2005年に、リーグ戦初優勝を飾ると、その年から、リーグ戦で3連覇を果たすなど、ハンガリー国内では、 強豪クラブとしての地位を確立している。2009から10シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ予選プレイオフでレフスキソフィアを2試合合計4から1で下し、本戦初出場を決めた。本戦グループリーグでは、リバプール、オリンピックリオン、フィオレンティーナと同組になり、ホームでの第2節は、オリンピックリオンに0の4で大敗した。 第3節のホームでのフィオレンティーナ戦では3から4と、敗れ、またもや、ゴールラッシュとなったフィオレンティーナとの、第4節は一度は追いついたものの5から2で敗れた。リバプールと対戦した第5節は4分に、先制されたが、その後は、追加点を与えなかった。UEFA チャンピオンズリーグ2006から07、予選。 対、ラボトにツき戦のデブレツェに中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。